現在ピットブル兄弟が朝倉未来所属のトライフォース赤坂に練習に来ています。過去には SNS で煽りあった因縁がありますが、今回のスーパーライジンに似て、アニパ・パトリッキーが AJ ・マッキー対策に朝倉未来に練習しようといったことがきっかけだそうです。それに当たり朝倉はもっと前から練習したいと伝えて、旅費を出す代わりに約1ヶ月前から来日してもらい練習をしています。くる自身はアニパ・パトリッキーだけだと思っていましたが、弟・パトリシオも来日してきたこともあり、兄弟2人と練習しています。 簡単にピットブル兄弟を説明すると、アリパリ・パトリッキーは元ベラトールライト級王者、ライジンではグスタボを打撃で圧倒し、ライト級グランプリ準優勝、弟ピットブルは元ベラトールフェザー級、ライト級の2階級制覇王者、元ベラトール PFP1 位の選手です。この2人の通訳兼 MMV ファイターのフェルナンドがインスタライブをして質問をピットブル兄弟に投げかけてくれているので、そちらを簡単にまとめてみました。概要欄にフェルナンンドののインスタを載せていますので興味がある方はぜひ アサクラミクルはベラトールでは難易、ランキングに全然入ってくるレベルにある、ベラトール・フェザー級4・ヤーノンピコ、フェザー級2・ジェレミー・ケネディ、フェザー1・アダムボリッチなどと同じレベルにいると兄弟二2人とも答えており、66キロで世界と戦えると高く評価しております。ジェレミー・ケネディはツイッターでずっと日本で戦いたいと思っていたと発言したこともあり、アサクラ・ミクルとの対戦も現実味を帯びています。ミクルの評価しているところはどこかとの質問では、冷静、テクニック、 スタミナ、テイクダウンディフェンスもあり、今回チャンピオンになると思うと発言しています。今年の大晦日かラジン参戦はあるかとの質問では、皆さん誰と見たいですか、ミクル、萩原恭平以外でお願いしますと言っているので、朝倉ミクルとの今後、対戦は不透明ですが、また日本での試合が見れる可能性が高いです。このような質問も答えていますので、ぜひチェックしてみてください。